あと10日。あと10日。近づいてるなぁ。なおでやります。あと10日で誰か死ぬってことだよね。人面ガラス曰く。でもストーリー的にもちょっと終盤になってる感あるよな。あ、村瀬くんあそこ本当に近っ。もうくっついてるよ。何のこと？瀬川くん。ああ、今日僕用事があったんだ。やっぱり今日行けないや。ごめんね、村瀬くん。近い。いろんな子がいるみたいなんで話します。あ、久米くんいた。君もついにあの禁断の場所に足を踏み入れるんだね。禁断の場所。何のこと？僕の経験上、悪霊はきちんとした知識を持つ人間には触れることはできない。いや、何のことって聞いてるんだけど。ねえ、悪霊って？大丈夫、君は僕の話したことをきちんと覚えてるだろ。話を聞けよ。ねえ、何の話？この間話しただろ、心霊的自己防衛の話。ないそれ。ホグワーツで習いそうなやつ。そうだっけ？でも、湯浅たち、あいつらはそれを知らない。今度こそ終わりだな。なんか盛り上がってるけど、久米くん。で、あ、いた。湯浅たち、風を送る。村瀬、今日の7時絶対来いよ。また7時かよ。来なかったら殺すからな。なんだと？こっちにはメロスがいるんだぞ。そんな話知らないよ。ああ、お前に言うの忘れてたわ。どういうこと？今日お前のために再開発地で肝試し大会開いてやったんだ。なんでそれをナオに言うの忘れるんだ。クラスのほとんどのやつ来るから、恥かきたくなかったら絶対来いよ。めちゃくちゃ大規模なことやってる。え、それをナオのために準備してくれたの？クラスのほとんどのやつが来るイベント、肝試しの噂を手に入れた。なんで？なんでそんなことしてくれたの？一大イベントじゃん。肝試しの噂。クラスのほとんどが来るらしい。ナオの肝試しを見に。どうしたの？浮かない顔して。サンゴは行った方がいいと思う。何の話？いや、呼ばれてんだろ。行く義務なんてないよね。だってあいつらが勝手に決めたんだから。ナオ嫌なんだな。だからそれ何の話よ。あいつら僕のこと、臆病者って笑いたいだけなんだ。っていうか事実そうじゃん。辛辣。じゃあ行くよ。行くんかい。だから何のこと言ってるんだって。肝試し大会だよ。再開発地で今夜やるらしいんだ。男子だけじゃなく女子も呼んで。なおあんた、あんなお化け率の高い場所夜入るつもり？ちょっと無謀でない？お化け率。湯浅たちが何か仕掛けてるに決まってるんだ。あいつらのやることなんかちっとも怖くないよ。へえ、急に自信満々だな。確かにそれで逃げたら男じゃないもんね。でも心臓麻痺で死なないでね。デスノートか。夜7時ね、再開発地。ここか。再開発地ってあれだな。約束の場所に行く。行こう。男の子がね、いた場所だよね。妹と体入れ替わった。お。なんかすごいガサガサ言ってんだけど。これ何？メロスが脳をかける音か。こんな音してたっけ？こっちね。建物がある方。あ、あれ？三条さん。あ、みんないる。クラスの女子って三条さん？よっ！おう。三条さん来てる。あれ？村瀬じゃん。マジで来てくれたんだ。湯浅。思ったより人少なくね？散々脅したくせに。まあ、とにかく今夜は、お前のためにみんな集まったんだ。手前側にめっちゃ人いんのかな。準備はできてるよな。
今さら逃げるとか。え、メロス連れて入っていいの？言わねえよな。あんなこと言ったけど、なんだか私も腹が立ってきたよ。サンゴ、やめちゃったら？いやでもナオはやる気なんじゃない？おいブス、隣のクラスのやつは関係ないのだ。それとも村瀬、うん、お前女の言うこと聞いて一緒にお家に帰るのか？てかなんでナオにこんな大規模な仕掛けを。どうしよう。いや挑戦受けたら？受けるっつってたじゃん。やるよ、なんだって。うおー、さすが村瀬男だぜ。毛はまだだけどな。見たことあんのかよ、ナオゲを。よし村瀬直樹、お前に任務を与える。ルールは簡単だ。この奥の兵舎を抜けてどんどん先へ進んでいけ。そして一番奥の兵舎にある瀬川アイテムを持って帰ってくるのじゃ。瀬川アイテム、誰だよお前。なに瀬川アイテムって。あ、動ける。あー、瀬川くんいる。よく見たら三条まで。三条さん、気合の見せ所だね。やじ馬に来てんだけど。瀬川くんもいるけど、あ、瀬川くんとは話せないわ。瀬川アイテムってなんだよ。お、村瀬、例にあったらお経を唱えるんだぞ。バカ、お経は聞かねえよ。聞かないの？アーメンだよ。あ、アーメンならいいんだ。ここに出るのは外人の霊だからな。死ぬなよ村瀬。あ、すごい。え、心配してくれてんのかこれは。あ、外国人の霊が出るんだ。弊社だから基地跡ってこと。さあ行け勇者よ。え、じゃあ行くか。なお一人で肝試し。おあれなお。ああすごい、ちっちゃいミニなお。でっけえな、これ弊社か。あ、ん、あ、見回しのやつ。あ、見回しのやつだ。あ、暗っ。うわあ、雰囲気あるな。あ、なんか調べられる。ここは昔の工場。これ瀬川アイテムを置いてきたやつもすごいな。あ、ここは昔の工場。あ、同じことしか言わないな。あれ？これどうしたいんだ？おお、びっくりした。え、なんか割れたよ。なんだ？え、湯浅たちの仕業に決まってる。あ、湯浅か。他の場所に移る。もう、ああ他の場所移れるわ。行くかじゃあ。もうこんなとこごめんだ。いや、まあでもなおもっと怖いところ行ったりしてたけどな。あの下水道とか洞窟の中とか。今さらビビるかこんなところで。まあでも一人なのは怖いか。あー進める。こっちか。瀬川アイテムはどこにあるんだ。え、外出ちゃったけど大丈夫？え、かなり広いけど迷わない？大丈夫かな。とりあえずこっち進むかじゃあ。え、おうおう、え、なんか、え、人、え、湯浅じゃない今の。なんか明度がだいぶ低い湯浅が走ってた。え、湯浅だったよねあれ。あれ行き止まり、ここか。ああ、ここ入れるわ。え、さっきのあのダーク湯浅何？お、なんだ、なんかある。何それ。お、血だ。何、どうして、まさか。え、これ何、まさかだよね。ええ、じわじわ消えてく。なんだアクションゲームのやられた雑魚敵みたいにじわじわ消えた。ああ、またなんかある。なんだ瓶、なんだろうこれ。え、あ、さっきのシャツこの赤インクをつけただけなんだ。あ、インクこれ。なんだ子供騙しだよ。ちっとも怖くなんかない。
あーシャツだったんだ、さっきのシャツに赤インクがぶちまけられてたのか、そういうことね。演出してたわけね。またなんかある。ん？ここから先に進めばいいんだ。あ、本当に？よく順路がわかるな、なお。そろそろ見つかってくれるといいんだけど。瀬川アイテム？いやマジ、瀬川アイテムってなんだよ。もっと具体的に言えよ。こっち？また外だ。え、大丈夫？かなり自由に動いてるけど、なお。こっちで合ってんのか？おお、おお、つってる。え、湯浅たちの仕業に。いや、これは確かにやってるな。今の足込み丸出しだろ。なんだ今のフリー素材みたいな叫び声。進める。行ってみよう。早く見つからないかな、瀬川くんの大事なもの。あ、そういうことなの？瀬川アイテムってそういうことなの？瀬川くんの大事なもの。いや、あれ果て。ああ、なんかある。ちょこちょこ何か落ちてるな。あ、ラジカセ？さっきの悲鳴。ああ、ストップを押して電池を抜いちゃえば。そういうことか。これで流してたの。案外子供っぽい内容は。いや、よくあったな、そんな叫び声の入ったカセットが。カセットってもう今通じないよ、令和の時代。なんかある。ここにもなんかある。あっ、瀬川アイテム、瀬川くんの言って。ああ、これだ、ルアーだ。あ、大事なものってルアーか。ふう、これで帰るだけだ。ああ、よかったよかったよかった。あ、特になんか霊的な現象はなかったな、今のところ。帰り道なんかあんの？え？何？湯浅？あ？え、どういうこと？今、何か声が聞こえた。え？ラジカセ。え、俺聞こえなかった。あ、俺の声じゃなくて？さっきの声何だったんだろう？俺の声かな？悪霊の出る禁断の場所、悪霊呼ばわりしないで。でも、心霊って何だろう？よし。戻ってきたぞ。これで別に何も起きなかったけど、帰り道。おいる。あれ、湯浅は？湯浅いなくね？あ、あれ、くるみちゃんもいなかった。瀬川くん持ってきたよ、瀬川アイテム。すごいよ、ありがとう村瀬くん。え、くるみちゃんいなくない？あれ、さすが村瀬直樹、やってくれるって信じてたよ。くるみちゃんと。あ、湯浅来た。どこ行ってたの？何してんの？出たんだ。本物だよ。本物の幽霊が出たんだ。おい。まさか、また言ってる。嘘だと思うならお前行ってみてこいよ。あれは絶対本物だよ。湯浅はどこ行ってたんだよ。え？いや、でも。見に行く。見に行くか、じゃあ。わかった、行ってくるよ。湯浅、場所は？すぐこの隣、階段の上に影が。お前、やめとけよ。階段の上。あ、行った。いや、でもくるみちゃんがいないのが気になるんだけど。別に何もないじゃないか。きっと湯浅、何かを見間違えたんだよ。戻ろう。くるみちゃんじゃね？あ、戻っていいのこれ。ん？今何か声がした。また声だ。お？見回し？あ、あ！ハフッつった！何かいる。何か。え、かすかちゃん的な声したけどな、今。フフフっていう。キッズ？キッズか？あ！え、すごい速さ。あれ、くるみちゃんじゃない？ものすごいスピードだったけど。あ！誰かいる。え、くるみちゃんでは？僕の後ろ。本物の幽霊？後ろ？え、後ろにいんの？
お、お、おー、くるみちゃんだ。ちょっと待って、くるみちゃんの姿初めて見たかも。ねえねえ、なおくん、びっくりした？え、てか、いつの間に後ろに回り込んだの？くるみ素早いのね。え、さっき前走ってたよね。え、一瞬で後ろに回り込んだ？残像だったの？残像なのね、なの？強キャラくるみ。あ、戻ってきてる。ん？なんだこの間。おい、大丈夫かよ。幽霊は。僕も見たよ、幽霊。いや、くるみちゃんだったよ。きっと湯浅が見たやつと同じだよ。さあ行け、勇者よ。なんか言うの。なんでお前はそんな平気なんだよ。湯浅、君が思ってるほど僕は弱虫じゃないから。なお、かっこいいワン。お、サンゴ、シーナさん、帰ろ。三条さんも誘ってあげて。あと瀬川くんも。え、じゃあこれで。ただいまー。あー、帰ってきたわ。終わった。すげえ、なおが勇気を出して解決したぞ。あ、出た。これはなおの寝息ってことでいいの？それとも寝てる。なおの布団黄色いな、今更だけど。あー、またこれだ。ぐにゃーってなるやつだ。出た！石仮面！なんなの？めっちゃいる！え、すごいいっぱいいる！なにこれ？石仮面に懐かれてる、なおが。え、マジでこれなんなの？なお？すごいのいたよ。あれ？あ。あ、終わり？あ、まだある。お、え？う、上、え、吐いてる！大丈夫かな？え、気分悪くなった？石仮面いっぱい来たから。おー、なんだ。だんだん呪いが加速してるってことなのかな、これは。肝試しの噂。まあ、噂っていうか。イベントだったけど。あの、湯浅の顔、あたし見直しちゃったよな。あんた結構勇気ある時もあるんだね。ねえ、なお頑張ったな。ある時もってどういう意味？僕はいつも同じだよ。へえ、言うじゃんかよ。まあ今日のなおなら許しちゃうけどね。すごい褒めだ。でもさ、なんでなおくんはくるみ見て倒れちゃったの？え？あ、解決した。あ、倒れたの、なお。あ、そこを見てなかったけど。そうなんだ、倒れた。めちゃくちゃビビってたんじゃん、じゃあ。まあでもくるみちゃんでよかった。いや、でもくるみちゃんが工場内を走り回ってたのもよくわかんないけど。なんでそんなことしてたの、くるみちゃん。強キャラなのね、相変わらず。あと9日、ついに一桁になったぞ、数字が。くるみちゃんで高位質軍団に話を聞きに行きます、今回は。あ、委員長いる。くるみちゃんでね、ユリとかから噂聞くのなんか珍しいと、久しぶりな気する。ねえユリ、まただってよ。新王子戦の人身事故でしょ。アナウンス聞いちゃった、遺体の回収作業とかって。うん、まあ仕方ないね。あの路線自体が呪われてると。呪わ、新王子線。足のない霊の出る踏切、子供を呼ぶ母親の声がする方。駅のトイレは水子だらけ、人身事故は言うまでもないし。とにかく昼間駅だけじゃなく、新王子線の線路自体が気の流れに逆らって引かれてるからね。悪いものを呼びやすいんだよ。ねえユリ、あのガード下は？ま、あそこも確かに良くない場所ではあるけど。ガードしたね。噂ほど大したことないかな。そうなんだ。さすがユリ。本当に思ってるの？ああ、でも路線の話してんだ。電車の話か。くるみの。くるみも見たよ。
なんだよ宇宙人、見たねくるみちゃん、いろいろ見てる。あんたが見えるのはミジンコ星人だけでしょ。ミジンコ星人、いや新王子戦なんだっけ、ガード下の幽霊見たことあるよね。あのね、電車の下んとこくるみ黒いの見たのね。こいつガード下のこと言ってるの、黒いのってそれ何よ。ほっときなよユリ、黒いのは俺もよくわかんないけど、黒いのは黒いの、くるみわかんない、あれは何、そんなのいないよユリ。あそこにいるのはね11人の霊だよ。何それ、北から南に歩いたとき私数えて歩いたんだ。11人の霊、見えない人には何を言っても無駄だけど、とにかくガード下にあるのはそれだけ。11人、そんなの、そんなベストイレブンがいるんだ。本当にあるのはね新王子戦の呪いなの。分かったらあっち行けな。新王子戦の呪いね、手に入れた。いやでもあのガード下はね絶対なんかあるよね。かすかちゃんがだって言ってたもんな、行っちゃダメみたいな。新王子戦の呪いの噂、新王子戦、新王子戦の呪い、サンゴは知らないの、結構有名な話だと思うけど、くるみが聞いたんだよ、有名なんだ。黒いのがいる場所のこと、電車の下、そうらしいね。あそこの噂なんだ。昼めいき西のガード下もその新王子戦の呪いと関係あるんだってさ。なんかあそこ気味悪いし、こないだもあそこで交通事故あったし、いちいちつなげて考えるなっての。だけどくるみ知ってるよ、黒いの変なのがいるの、なんか増えてるんだよ。増えてる、そんでおトイレのみんなはそんなのいないって、更衣室のみんなだけどね。そりゃそうでしょ、いるのはね11人霊だって。11人の霊、またかよあのインチキ霊か女。サンゴは全然信じてないの、ナオは信じてるわけ。ユリーの言うことって別にその的外れでもないんだよな。まず誰か一人が代表であのガード下を通ってみる。もしそれで何かあったら今度はみんなで確かめに行く。本当に霊がいたら怖い怖いと思うから変なのが見えた気になるんだよ。今回私がそれを証明してあげる。お、サンゴが。くるみ今日はあそこ入りたくないのね。お、サンゴでガード下行くってことか。まあでもサンゴが行っても何も見えないだろうけどね。ルールは簡単、インチキ霊感女の言う通り、北口から南口に抜けるだけ。あのガード下って何メートルくらいあるんだろう。線路の本数で見当つくでしょ、30メートルもないって。そうかな、僕はもっと長く感じたけど。てか最近だんだん長くなってきた気がするんだ。ああ、くるみもあそこ大きくなってきたと思うのね。確かに、あんたらの妄想でしょ、何の話してんの。いや、あそこの道って確かにさ、なんか長さ違うんだよな、くるみちゃんとかなおとかで。やっぱあれは霊感の強さってことなのかな。じゃあサンゴで行ってみるか、言ってたし。よし来たぞ。最初に誰か冗談で言ったんだ、ここに何かいる。なんかめっちゃよどんでんな、ガード下。ついにこのガード下の謎を暴く時が来たね。本当にサンゴ一人で行くの。あ、サンゴ一人で行くの、マジ。ナオに言われると余計やってみたくなっちゃうんだ。北から南に抜けるか、なんだよその哀れっぽい目つきは。じゃあ僕らトンネルの反対側に回るからね、中で悲鳴が聞こえたら助けに来てね。お、言ってる。ガード下サンゴ一人で、何が11人の霊だよ。なんでサッカーチームできる人数なのかわかんないけど、嫌な感じって言われれば感じないこともないけどさ。あ、なんかあるぞ。みんな無駄な想像力働かせすぎなんだよ。これ何？ん？下品さ、汚らしさ、臭い、最低。大人たちはさ、子供は見ちゃいけないとか言いながら、本当にそういうものを私たちの前から隠す努力なんかちっともしてないんだ。
あ、そういうなんか、ちガキが偉そう、誰？ちガキが偉、え、なんか言うの誰？ちガキ、マジでなんか言うの、ちガキが偉そうにボットおじさん、私に言ってんのかよ。え、誰？聞いた今の。あんな大人生きてる価値なんかないよね。お、反対側出た。え、短っ。大丈夫だった？確かに最悪の場所かもね、違う意味でさ。え、短いガード下。え、くるみちゃんで入った時さ、もっと長かったよね。トンネル並みの長さだったよな。こんな違うんだ。相談できる。相談しよう。やっぱりサンゴは霊感がないんだな。どうしたのサンゴ、気分悪いの？悪いのは気分じゃなくて機嫌。ガード下で何かあったの？ガキが偉そうにおじさん。何にもない、だからムカついてるの。どうしたの？11人の霊なんて真っ赤な嘘。噂に流行に踊らされて、その上欲望に流されて、世の中ガキも大人も片っ端から腐ってるよ。あはは、なんかまた過激なこと言ってるし、笑てる。私なんか面白いこと言ったかな？だって冗談言ってんじゃねえんだよ。え、なんかめっちゃ怒ってる。ごめん、悪かったよ。それでガード下のことは？私はもう十分。怖いものが本当にあるって言うなら、なお、あんたが確認すれば。なお、おくるみちゃん。おー、あ、じゃあ次はなおで確認するってことか、ガード下を。長さが全然違ったな。サンゴ？え、何してんの？耳を。変な夢も全部姉ちゃんのせいだ。姉ちゃん？あ、また泣いてるのか？姉ちゃんが。え？また外出た。おお、またこの廊下かよ。調べれる？なんかめっちゃ声が聞こえる。電話。どうしようかな。電話かけ、誰に？誰に電話かけんの？え？この時間に？誰にかけるの？ともきさんですか？え？ともきさん。あ！え、違う！女の人の声だ。あれ？泣いてる。ともきさんじゃない。え？どういうこと？これどうしたいんだ？どうしようかな。え、また電話かけれるんだけど。何回もともきさんに電話を。今更だけど、黒電話懐かしい。ああ、やっぱりともきさんに。誰よ、その女！誰よその女、ともきさん。え、絶対ともきの女に繋がんだけど。え、これ、ちょっと待って、また後ろこれクソデカサンゴいるんじゃない？あ、いないわ。え、あ、なんか光ってる。でもん、私の部屋から聞こえる。え、どうしよう。え、あ、入ろう。じゃあきっと多分、え、テレビがついてるとか、そんなオチなんだわ。人の声がサンゴの部屋から。え、なんかナオの時もあったな、こういうの。ほっ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 。あ、ん、あ、ベッドの上にサンゴ。誰だよお前。サンゴ、サンゴがいる。サンゴじゃないこれ。体操座りしたサンゴ。ああ、いなくなった。いや、なんかサンゴの場合、ああ、危な、電気落ちてきた。え、ああ、ここで
いや怪奇現象起きすぎじゃないマジで。サンゴの部屋てか物理的な被害がすごい。でもなんかもう一人のサンゴみたいな、なんかそういう演出多いな。サンゴはやっぱなんかあれかな、サンゴは自分を偽ってるというか、そういう部分が大きいってことなのかな。あと8日カウントダウンが近づいてる。今日はナオで行くかな。誰でもいい日だから。あ、西君、その体を火で炙ってきっかけを作るといい。匂いが個性的だろ。え、動きは独特でかっこいいだろ。最初にフェンスを飛び越えるやつが一番かっこいいんだぞ。え、なに怖い。なんか言ってる。何今の。え、誰と喋ってたの。西くん、それ何の話。うん、最後に時計を確認したのはいつだった。もう一度確認してみろ。その時計を見たのは5回。怖い怖い。何、誰と喋ってんの。時計の針も動いてなかっただろ。それなんかの歌。ワームクル。ワームクル、あ、歌。そう、俺の好きなバンド。あ、バンドの歌詞というかこの歌詞が好きなんだ。なんとなくだけどね。びっくりした。この曲聴いてたら親父に殴られたよ。歌詞が頭に来たらしいんだ。え、そうなんだ。お父さん殴るの。1、反論すると殴られる。2、機嫌が悪いと殴られる。3、女子と話すと殴られる。4、とにかく殴られる。別に痛くないんだけどさ、疲れるんだよね。え、大変だね。あ、そんな感じなんだ。まあ要は慣れだよ。そんなの慣れられないよ西くん。めっちゃ飲むじゃん。そんな感じの家庭なんだ西くん。不死家庭っつってたけど。別に本当に同情されるほどのものじゃないんだけど、教師には受けがいいみたいなんだこの設定。おお、あー、だから学校来てんのか日中。同じこと言ってる。そういうことね。家に居づらいんだ西くんは。あー、いや、じゃあなおさら一緒に遊んでやれよ。なお、いや、多分西くんなかなかこういう話しないんじゃないの、他の人に。なおだからこそしたみたいなとこあるんじゃないの。そんでやれよ一緒にって思うけど、やっぱあれなのかな、なおからしたら西くんはなんか雲の上の存在みたいな感じだから、ね、やっぱ距離感というかあんのかね。西くん側はそんな風に思ってなそうだけどな。ああ、そうか。やっぱりなんか西くんもちょっと闇を抱え系だったな。なんか痛くはないけど疲れるっていう感想がなんかすごい生々しかった。なんか俺は分かんないけど実際そんな感じなのかな。わ、久米くんいる。珍しいねえ村瀬くん、何してんの久米くん。あれ久米くん、どうしたの。夏休みだ。ひどい言われようだな。こうしてずっと待ってたの。待ってた。いや、久米くんが来てるなんて知らなかったからさ。まあ僕と君の仲だからね、特別に許すことにするよ。今日はちょっと見てもらいたいものがあるんだ。とある魔術書なんだけど。あからさまに興味ない顔しないでほしいな。あ、そんな顔したんだ。そこに書かれてる事実は人事じゃないんだぞ。うん、分かったよ。じゃあ今度見せてもらうよ。なお、あしらい方が上手になった久米くん。今年の夏は絶好の星回りなんだ。何かやるとしたら今年の夏しかないよ。わかるかい村瀬くん。朝の占いコーナーみたいなこと言いやがって。まあなんとなくだけど。いや、まじ久米くんのなおへの信頼も何なの。
この関係もちょっと謎だよ。久米くんはナオの何を気に入ってんの。よし、さあ行ってみようか。サンゴいる？本当に僕一人で。当たり前体操、勇気を出して前へ進むといけるよ。何にも遅れはしないって。私たちトンネルの反対側で待ってる。分かった。じゃあね、怖いからってダッシュしちゃダメよ。ダッシュ禁止なんだ。おいったなお。なおの時もなんかちょっと長かったよな、醤油ババアの時。やるんじゃない。おお、カランカランなってる。醤油ババアの時、交通事故、人身事故、死んだ人は寂しいから新しい事故よ。でもサンゴの言う通りそんなのはさ。お、誰、人の気配。でもやっぱサンゴの時と違うわ、中が、中の様子が。これは、あ、ん、暗い。あ、見回しか、見回し。いや、まずこの見回しの時点で結構遠いもんな、距離が。何？いやでもなおはそういうの見えないよな。見えたことないよな、今まで。早く出よう、こんなところ。出ていいのこれ。早く出よう、こんなところ。あ、その場を去れる。じゃあ去る。ん、おお、今誰か、すごい、耳元で息を。ASMR やめて。おう、何もいない。やっぱ気のせいだよ。気のせい。あれ、まだ動ける。あ、されるわ。さりな。それな、何これ。ちょ、ま、ASMR やめて。いや、なんなんこれ、ちょっと。いや、まだ聞こえてる、まだ聞こえてる。やっぱ気のせい。いやいやいや、なにこれ。一生耳元でハーハー聞こえるんだけど。あ、されるわ。いや、去ろ。いや、なんの、ちょっと待ってよ。いい加減にして、あ、逃げ出したいのこれ。逃げ出す。あ、これでいいのか。いや、ずっとハーハー言ってるよ。お、やめろ、耳元で。エターナルハーハーするな。あれ？あ、いけた。逃げてよかったのか、これ。逃げちゃったけど。あ、来た。へぇ、ここまでこれ。どこ行く？早く出よう。殺されるよ。あ、ナオが行っちゃった。脇目も振らず行っちゃった。あ、いや、確かにめっちゃ耳元でハーハー言ってたもんな。あれは怖いわ。何回も何回も。新王子戦の呪い。はあ、殺される、絶対殺されるよ。すごい怯えてる。あそこは絶対何かいるんだ。まあ落ち着けって。うん、本当に11人の霊でも出たの？見たってわけじゃないけど、でも感じたんだ。なんていうか、あれは殺される感じ、殺気を感じたんだ。なお、死んだ人は寂しいから新しい事故、こっち側の人を呼ぶんだ。あの鼻息で。サンゴは信じてないから。よーし、わかった。そこまで言うなら計画変更。今度は私が一人で行くよ。本当に殺されるかどうか確かめてきてあげる。またサンゴが行くの？でもサンゴ行っても何も起きなかったけどな。でもやっぱ何かがいるのは確かなんだな。新王子戦の呪い、結論何もない。嫌な感じは本当だったよ。そうだな。それはなお、単にあんたが弱虫だからでしょ。あのさ、何をその目つきらしくないじゃん。いつも思ってたんだけど、今日ははっきり言うよ。お、なんだ？なんだよ。どうしてサンゴは人の言うこと勝手に嘘だって決めるの？勝手じゃないよ、自分の目で見て判断したんだから。
じゃあこのガード下の話をしてる人はみんな全部嘘つきなの？私やシーナだって他のやつらに言われてんだよ。あることないこと、まさしくこのガード下みたくね。僕は言われてない、サンゴとは違う。あんたはたまたま隠れるのが上手かっただけじゃん。空見ろ、そこからしてあんたは弱虫なんだよ。言われる方にだって原因があるんだ。サンゴの陰口言う人の気持ち、僕今はよくわかるよ。じゃあ何かよ、シーナのことも私のことも。悪口言ってるやつが正しいって言ってめっちゃ喧嘩してる。そうだと思うよ。え？最悪、こいつ呆れたよ。自分の軟弱さ棚上げして人のことよくそこまで言える。くるみが行く。え？なんだよいきなり、シーナは黙ってな。ううん、くるみ返してもらいに行ってくる。またわけわかんないことを。返してもらうの、ナオくんとサンゴちゃん。え、何のこと？シーナさん、ナオくんとサンゴちゃん取られちゃったのよ。だから喧嘩するの。え、何それ。喧嘩じゃねえよ、こいつに教育的指導してんの。ダメなの？返してもらうのよ。このままじゃダメダメなのね。くるみちゃん、え、取られたって何？な、え、ガード下で取られたから喧嘩したの今。なんだそれ。え、くるみちゃんが返しに、くるみちゃんで行けってことか。じゃあなんだこれ、何を取られた。